ということで、今度は腕の曲げ伸ばしを加えてパーとグーだけにしましょうね。はい、じゃあ前の手を開いて腕伸ばします。片方の腕は曲げて胸の方でグーにしましょう。はい、いきますよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、ちょっと早く、はい、1、2、3、4、5、6、これ誰でもできますからね。問題、次前の手をグー、胸の方をパーにしましょう。もう一回脳に叩き込んでくださいよ。前がグー、胸がパー。はい、入れ替えて1、2、ほら前の手開いてる人いますよ。前がグーって言ったでしょ。1、2、4、グーの人もいるよ。はい、早く、はい、1、2、3、4、5、ほら今まで開いてますよ。前の手、前がグーだったでしょ。できませんね、ちょっと出来が悪いな。ちょっと中区の皆さん、もっとラジオ体操やらなきゃダメだ、やっぱりこれな。はい、じゃあ次はね、だんだん動きを大きくしていきますね。まずはね、体操のお姉さんの動きを見てもらいたいと思うんですけど、腕の曲げ伸ばし、しっかりと曲げ伸ばすことが大事なので、簡単な運動から両方の腕を肩の横で曲げて、で、そのまま上に伸ばす。パッ、この時肘もなるべく伸ばして肩幅ぐらいですね、こうやってパッてならないようにね。で、また肩の横に戻して下へ伸ばすだけ。はい、では肩の横からいきましょう。3、はい、上に伸ばして肩、下へ伸ばして肩、そう、しっかりと肘を伸ばして、さあ動き速くしましょう。はい、1、2、3、4、5、6、もう一回腕をしっかりと曲げて伸ばす。はい、上手でしたね。ただこれは当たり前なんですけどね。続いてこの腕、まず皆さんは左の腕だけ曲げときます。反対の右手は下に伸ばしたままね、腕はね。で、左の腕を上に上げたら右腕を肩で、それぞれ入れ替えて一つずつ下ろして、入れ替えると最初に戻ってくるはずですから、ここで腕が伸びてたりすると結構目立ちますからね。間違えないで、ここからいきますよ。まずはピアノの音を聞いてゆっくりやります。間違えたら途中で直してくださいね。はい、一緒に3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、今違うところで腕伸びてたら恥ずかしいですからね。もう少しゆっくり、1、2、3、4、5、肘はしっかり伸ばして、さあ動きを速くしましょう。1、2、3、4、上手にできますか。口開けて見てたらダメですよ。これで動いてくださいね。特にこの先頭の方ね、見てるだけだったりしてる今、あら、ついていけないわってなっちゃう。動かすことが脳の活性化につながりますからね。はい、じゃあね、もう一つ記憶力の低下あると言いましたね。順番を次覚えてください。手先を今度肩に添えます。で、この腕を横に伸ばしましょう。次また肩に戻して前に伸ばします。覚えてくださいね。で、肩、次は上、肩、下へ、で、最初に戻ります。さあ、ここから3、はい、1、2、3、4、上じゃなかったですね。もう一回行きましょうね、さっき間違えた。最初は、さあ、この後まだ上から行くとしてみますよ。さあ、動きを早く、はい、1、2、3、4、前の人に出られないように、横を次が前です。はい、ストップ。さあ、今も両方の腕を一緒に動かしましたけど、これも片腕を先行させてやるんですよ。もうなんか顔が嫌になっちゃってますね。いつまでこういう体操するのっていう雰囲気にもなってますけど、これをやらないとね、なかなか脳の働きどん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 低下してしまいますから、やってますよ。はい、じゃあ左の手先肩に、この腕を横に伸ばしたら右手が肩、入れ替えて左を前、右を前、左を上、右を上、左が下、
はい、最初に戻りました。ここからいきますよ。3、はい、まずはゆっくりと4、今度は5、そう、声に出すと割とやりやすいかもわかりません。もう一回ゆっくりやってみましょう。横、横、前、前、上、上、下。さあ、素早く1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、難しかったですね。もうあっち行ったらこっち行ったりしてましたけどね。こういうのもちょっと難しいですね。さあ、こういったね、感覚機能の衰えがね、どん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 進行しやすいので、しっかりと体操で体をほぐしていただきたいと思いますよ、頭もね。じゃあ続いて、年齢とともに衰えやすい機能の一つ、柔軟性ありますね。体硬くなってきてませんかね。ちょっと足の裏叩いてください。軽くパタパタパタ。これからこの足を締めにして体操しますよ。はい、でしょう。そしたらね、両方の足、子供たちもちょっと挑戦してみてね。足を揃えて、つま先もちゃんと揃えてみましょうか。で、ご自身の今の柔軟性をまず確認いただきますが、決して無理する必要はあります。で、人と競争してるわけではないので、約束としては膝を曲げずに伸ばしたまま、両手の先を地面の方にゆっくりと近づけて、まあ、柔らかさはほら見ていただいて分かりますけど、これ柔らかいんで、ここまでいかなくていいんですよ。手先が届かなくても全然構いません。大事なのは今自分の手先がどこまで行くのかなということをまずご理解いただいて、その後秘密の体操をすると、今曲げたところよりももっと楽に深く曲げられる体操があるので、それをちょっと実験するだけですから、あまり無理しないように。では息を吐きながら、皆さんまず柔軟性のチェック。どこまで手先が届くか、子供もどこまでいたか手を覚えておいてね。膝曲げたらダメですよ、膝ね。はい、起こしましょう。覚えましたか。じゃあ今度5本の指を合わせましょう。人差し指だけ離しますね。ちょっと子供たち難しいかもわかりませんけど、この人差し指がね、触れ合わないように回していただくんです。できる方はなるべく早く回してください。集中して。早く回せた方は体が柔らかくなります。ちょっと遅い方はね、柔らかくなる。はい、集中して回しました。はい、でしょ。これでもう柔らかくなってますよ。全然信用してません。はい、じゃあちょっと曲げてみてください。どうですか？変わったでしょ？ね、もうちょっと反応してくれなかったけど、変わった変わったって、割とあっさりでしたね。もうちょっと盛り上がってもらいたかったんですけど、まあもしかしたら変わらなかった方もいらっしゃるかも分かりませんけどね、まさに視神経の働きがこの運動だけでも高まるんですね。で、末梢の部分を動かしてもらえると、もっといろんな効果があって、当然血流が良くなりますね。冷え性の方も、末端の冷え性の方もそうですけど、こまめに動かすことが大事で、だん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 動くと思っていた指先も、年齢とともに感覚、反応が悪くなってきたら動かなくなります。じゃあちょっと中指、今度試しに回してみてください。中指ね、これは柔軟性とは関係ないんですけど、人差し指と同じくらい早く回せますか？大丈夫そう。はい、じゃあ今度は薬指、はい、同じようにくるくるくるっと回せますか？なかなかいかないと思いますけど、ゆっくりでもいいから動かしてみてください。そう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 、はい、いいでしょう。じゃあね、これもね、今ね、回してるときってものすごく集中して皆さん回していただいてるんですよ。これが脳には非常にいい刺激になるので、次できなくてもいいですよ。まずは挑戦することが、やらないでいると脳の活性化にはつなげることができませんから。じゃあ試しにもう一度5本の指を合わせますね。人差し指と薬指2本離してます。親指、中指、小指はついたまま。さあ、その離した2本を同時に回します。いや、いいですよ。ちょっと回してみよう。回ってますか？そう、ご自分の指を見て集中して回してみてください。難しいね。はい、いいでしょう。ちょっと難しかったと思うんですけどね、これもね、訓練をしていけば続けていくとね、絶対効果的に回せるようになりますから、ぜひ手先、足先、こまめに動かすこと、ちょっと覚えておいてくださいね。